アッカデミア・ディ・ベル・アルティ・ディ・ナポリ・ギャラリー・ナポリ美術アカデミーは、ナポリにある美術学校である。1752年に、ナポリ・シチリア王、カルロ7世によって設立された。王立美術研究所、王立美術アカデミーと称した時代もあった。1752年にカルロ7世によって、設立された時は2つの学校、絵画学校とラタイ画学校からなり、 サンカルロアル・モルテルテ教会の建物の中に設けられ、長年、王立奇跡試験場や王立タペストリー製造所によって運営されていた。1806年から1808年の間ナポリオとなったジョゼフ・ボナッパルトによって、王立美術アカデミーの名前が与えられた。1822年に改組され、王立美術研究所に改名され、ファシスト政府の文章。 ジョバンニ・ジェンティーレによって教育改革が行われた1923年に王立美術アカデミーに名称が戻された。1861年にイタリアが統一された後、イタリア王国の公共教育省が管理した。1673年から1681年の期間をかけて修道院の跡地に現在の建物が建設された。 建築家は19世紀に盛んに活動していたが1935年にナポリ大学に移管された。第二次世界大戦中に閉鎖され、1943年から建物は連合軍に占拠され、1946年のイタリア共和国の成立によりリアルの名称は廃止された。1999年のイタリアの教育改革でイタリアの他の 美術アカデミーや音楽アカデミーとともに学位認定のできる教育機関とされた。ありがとうございます。